はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネル、プヌシのピヨタです。さあ今回は、もう見えておりますけれども、管理者の館の、修練場コーマの間というところをやっていきたいと思います。マップで言うとこちら、はい、一番右端の下のところ、はい、ここのところを、やっていきたいと思います。4つあるんですけれどもね、まあ最初から順番にやっていきます。で、こちら団体戦のクエストとなダンジョンクエストとなっておりますので、まあ上中決っていう感じで、連続でやっていきますということで、こちらのやつは毎日投稿となります。はい。で、今回の敵の属性が闇さんと光2が、一番目立っていたので、闇対策の光属性、光対策の断り属性という感じでまとめております。はい。まあなんかちょっとしらじらしい感じになるんで、あえてもう言いますけれども、もう3回ぐらいこちらのね一ちゃん最初のところで負けてます。ユニットもちょこちょこ変更してるんでね、どうでしょうかねっていう感じです。はい。どうなりますかね。強いんですよ普通に。ここさあ、ということで修練場コマンマやってまいりました。さあ敵の属性見ていきましょう。チビルーニャちゃん TP2 技、威力150、全体攻撃の能力上昇 30% 緩和、全体の攻撃を 25% アップの CT ダメージ 100% 防御。チビダイちゃん TP1 技、威力150、炸裂攻撃のいずれかの能力 10% 減少、そして、全体の能力減少を 25% 回復の CT ブースト 100%。 チビメイリンちゃん TP2 技、威力250、炸裂攻撃の CT 30% 減少、そして味方全体の能力減少を 25% 回復の CT ブースト 100%。 で、ココアちゃん、まあ、こちら多分コアだと思いますけれども、まあ、ココアと連続で読みます。TP1 技、威力75、全体攻撃、攻撃 20% 減少、そして、こちら側の攻撃と速度を 25% ダウンの CT ブースト 100% と。はい、まあ、こちらの最初に出てくる4人の中で CT ブースト持ちが CT ブースト 100% 持ちがまさかの3人、っていうことでね、ちなみに初回はね結構ボロボロにやられて、2回目はまあまあ惜しいところまで行ったんですけれども、後半結構ここの場所やばかったんですよねっていう感じでした。はい、ということで、まあ前回のことなんてすっぱり忘れてっていう感じでやりましょう。まずは CT ブースト 100% をどうやって減らすかなんですけれども、とりあえず、秘策としてのスミレコちゃん連れてきてますと、チャージ 100% ための打ち潮のオカルチちゃん、これで 50% 減らせますね。で、これで変更してのエレンちゃん登場と。で、新規さんです。新規さん天空不義とからのアンオディールフォームゴット、はい、これで上げていってのアインソフオーレ、 OK です。これで 100% 全部減らしましたね。で、コイシちゃんスーパーエゴ、井戸の解放、チャージ入れてロールシャット、これで何が落ちる、うわー、まさかの残るのはメイリンちゃん、もう門番としていい役割果たしてますね。さあ後ろから出てきたのは見ていきましょう。チビパチェさん TP2 技、威力250、炸裂攻撃の能力上昇 30% 緩和、そして、チャージ 100% の CT ダメージ 100% 防御。ちなみにここら辺からね、あんま見てないんで、説明読むのが結構ボロボロだったりします。で、チビサクヤさん TP2 技、威力400、単体攻撃の CT 50% 減少、そして、全体の速度 25% 上昇の能力減少 100% 防御と。そしてからのチビレミーちゃん TP2 技、威力250、全体攻撃の CT 20% 減少、からの、自強化で攻撃と防御 50% アップの能力減少 100% の反転と。そうですね、反転。でもこれ、さっきと流れ、さっきって言っても意味ないか。さっきはそもそも、サクヤさんとかね、チビルーミャちゃんも残してたことで一番痛手をこうなってたんで、これはもうチャージ入りでチビレミ飛ばせる？よし、オッケー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 。残り一人。出てきたね。チビフランちゃん TP3 技、威力250、全体攻撃の攻撃ガード貫通、
チャージ 100% の新色を 100%。 さっきね、最終的に昨夜さんに速度を上げられて TP 技とかを使ったりされてのどんどんね CT とか速度とかいろいろのダメージを食らってダメージを与えていたフランちゃんの技で先ほどはお亡くなりになりました。はい、なのでそこのフランちゃんを優先攻撃、フランちゃん&サクヤさん、この2人を優先的に狙っていきます。まあ今 HP はいらないかな、回復する必要ないですね。能力減少 100% 防御ですもんね、サクヤさん。なので、サクヤさんは意味ないんでこんな形で巻き込む。チーメイリンが残っている、倒せると思った、残念。うわ、100って上がりすぎでしょ、やっぱり。えぐいなぁ、ドンドンと。威力はそこそこなんですよね。で、ちびかぜさんで誰が死ぬか。はい、仙台が死にました。はい、まあ仙台死ぬのは、折り込み済み。で、はたじちゃん参戦です。で、アインソフォールで、これでチーメイリンちゃん落ちますね。はたてちゃん、これでね、上げたものを下げる。問題はちょっと TP がねっていう感じですけれども、 CT 現象パッチェさんが CT 現象防御か。でも昨夜さんあれなんですよねっていう。まあでもこれは速度下げておいた方がいいですかね。さっさっさ、ちょこちょこでもダメージは痛い。うわー、やっぱ弱点を突かれるとやばいですね。セーガさんどうしましょうか。ステ全体の速度を下げるとかですかね。いやちょっとフランちゃんはやば。これはサクヤさん単体で狙い続けた方が良さそうですね。で、これで TP を削りにかかる。ふわふわ油かたぶらでの回復、そんなに言うほど大きくはないですけれども、あれだけでかい。で、バフカットはいらないですか。でもこれ CT50 技なんで打ちたいんですけれどもね、バフカットないなら速度下げにかかった方が良さそうな気しますんで、やりましょう。で、こっちは、アインソフォールでフランちゃんのやつを減らしにかかって、フルパノラマショットとかはいらないんで、サイコグラフィティで、サクヤさんまず落とせない？落とせない。落とせないか。あーでも威力弱くて助かる。だが死ぬ。さあ、ハラジちゃんとシンキさんが死んでしまう。結構やばいか、これは。うつしおのオカルチちゃんで、サクヤさんが落とせる HP にいますね、これ。オッケーオッケー。これ、ドンと、サクヤさんが倒れる。オッケーです。さあ、どうする？次。攻撃上昇はいらないとして、速度を下げても、いや、これは単体攻撃で落としにかかれない。落とせない。実りやすいマスパを打つべきか。これは縦に行ってこい。死なない、死なない、死なない、嘘だろ。じゃあウォールブレイクスルーで学園マリスちゃん増加からの TP 削りをした方がいいですね、これは。ついでに、OK です。チビバチちゃん倒しました。瀕死特攻持ってるんで、本当に動かれると厄介ですね、このフランちゃんは。なので、もう、削れるだけ削って、デバフをかけるだけかけて、動かれないように、必死に立ち回ります。だが動く。フォーバーカインド。でもこのターンで発動してくれてよかった。さあ、エレンちゃんが耐える。ギリギリ耐えてる。でもアリサちゃんが動けないけれども、入れ替えの要因も見ながら。休ませましょう。で、水技あるじゃん、でも。サイコキネシスアプリで。そんなに言うほど近似化してないはず。ほぼ、使わないからね、速度が下がらない。そして、これは防御を下げるか ?TP を下げるか
TP 技を打たれたらまずいけど、いや TP 削れるのはセイガさんしかいないんで、ここはセイガさんを動かしてでもやるべきですね。ふわふわブラカタブラでちょっとでもいいので回復。さあパチパチキューピッドはいらないか。じゃあこれは高速周回に切り替えた方がいいですね。さあマリサさん CT を下げる。オッケー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 、ラブニードルでやれるだけやるよ。さあ撃たれる、まだ耐える、ナイス。さあここは攻撃を上昇するやつよりも CT を単体でも下げに行く。オッケー、マリサさん寝てろ。CT 増加は、これまずスキルで攻撃増加をかけてからのエレンちゃん回しましょう。ウォールブレイクスルーでエレンちゃんを先動かします。で、防御上昇をさらにかけのふわふわ油カタブラの回復を入れて、ラブニードル高速周回 OK です。でこっちが動けない、セイガさん寝てろ。で、全体の攻撃アップ、いいですね、どんどん上がっていく。でラブニードル、ダメか、全体の速度上昇がかけられる。次セイガさん動けないと詰みなんですけれども、これは動けるんで大丈夫ですね。マリサグーで殴れ、265、やばい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 。セイガさん動けてよかった。セイガさん TP 減らしましょう。もうみんな足りないんで、軒並み足りてないんでね。あと552、いける、いけた、危なー、わーやっと勝てた。危なかった。はい、ということで勝利できました。危なかった。本当に危なかったですね。もうほぼほぼ裏の人たちばっかでしたよ。エレンちゃん以外全員もうサブのメンバー。いやーでもやっぱりそんな使うことなくてもサブのメンバーも金樹化とか進めておいた方が良さそうですね。改めてそういう必要性感じました。はい、じゃあということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回こちらの玉楼の間でいいのかなは、明日上がりますので、まあお間違えをなきにっていう感じですかね。まあ多分間違えるとしたら僕なんですけれども、はい、ということで今回はここまでといたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。